こわからない。節約大全の時間です、今日はですね、今日は芸人さんのやつやったじゃないですか。覚えてる？芸人さんのやつ、芸人さんのやつやったよね。グリーンファームのさ、カリフォルニアじゃねえや、ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ違いね。ワシントンね。ワシントン、なんでそこを戻すのよ。次に行けよ、もう答え言ってんだから。あ、これアキラに負けたね。カリフォルニアの時にそう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 、いや、ワシントンじゃなかったみたいなこと言ってくれるので、ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨークです。で、その後にまたちょっとじゃあって言って、シルクの話をしようと、今年のシルクの3歳は状況どうだったみたいな話をしようみたいな動画になるんですが、はい、これが出ているですね、今日ちょっと忙しいんですよ。お、私で、あとロンドンサマーセールにちょっと取材で行くことになっておりまして。お、謝罪じゃないよ、明田さん、明田さん、いや、僕なんか今動こうかと思って。謝罪じゃない、そうだった、俺ちょっと今日あれでちょっとこれだけ登場しようと思ってたら、ちょっと待って、ちょっと持ってくる。そうそう、戻ってきたよ。だからこのこれをつけて、ちょっと。おお、ここどう？これは裏に謝罪って書いてあるんですか？いや、謝罪は書いてないですね。プレス、プレスですから。プレスだ。コールとして行ってきますんで、行ってますので、今ちょうど。ここもの？どこも乗ってかった？いや、ないから。ちゃんとロゴ入ってるでしょ、このサマセルに。行ってるということで、今日はまあその隙間埋める雑談。本当の雑談です。ね、覚えてるでしょ？謎に膨らました、まあ、そう、早いな。察しがいいっす、うん、あれだね、ごめんなさいって意味だ、ね、ありがとう。ありがとう。そういうことで、ちょっと、はい、そういうつなぎということで、ちょっとご理解いただいた上で、はい、早速動画を見ていただきましょう。はい、はい、ということで、まあ、ハロー、何さ、何、お礼をこれちょっと押してみて、まあ、ハロー。マハロ出る、音ちゃんと出る。え、なにこれ、マハロ、マハロ、ハワイ語でさ、これマハロボタン、こんにちは、マハロ、ありがとうとか、ありがとうかね、マハロ、アロハ、マハロ、マハロ、マハロ、このマハロ3パターンですか。このマハロボタンをうちの息子が雑貨屋で見つけて、うん、これあれがあったのよ、サンプルみたいなやつがあって、これめちゃめちゃ気に入ってどうしても買ってほしいっつって。でも高いんでしょ、これさ、普通に日本だったらさ、もう100均でちょっと、まあまあそうですね、まあ100均、まあもうちょっと、もうちょっとするかもしれないですけど、はい、ドルでこれマハロ当てましょう、マハロ、いや、これもっとすみません、質感とかをちょっと、ちょっとね、こうなんていうんですか、こうちょうど押しやすいっていうかね、押しかけるの、はい、確かにちょうど質がいいです、ね、マハロ、これやっぱ高級ですね。確かにツヤがあるし、はい、肩抜きも綺麗ですね。お、その肩のところね、やっぱさすがなんか商社上がりの人はなんか違うね、その綺麗にバリ取ってあるもんね、怪我しないようにね。これはなかなかの一品だと思いますよ。とかよ、バリ取ってなかったらやばいよ、商品として売ってるものがさ。で、このボタンの部分は素焼きしてる、そうそうそう、マット仕上げてる。ちょっと高いかもしれない。予想して早く、まあ僕はなんか10ドルぐらいですかね。10ドルね、10ドルで1400円ぐらい、はい、オープニングでこれ8ドルってことは1200円弱、1150円とか、はい、15ドル高っ、2000円ぐらいするの。物価が高い、ハワイは物価がマハロ高いよ、本当にもう明らかにアイムソーリー買ってきてやってください。そうだよね、これずっとさ、これでさ、ホテルの部屋で気に入っちゃってさ、ずっとしかも買い物してマハロって帰ってくるんだよ。ひどくない、あいつ。ここに持ってくるってのはもう飽きたんでしょ。あ、違う、今日朝、ちょっとごめん、今日一日だけこれ見せたいから、会社のみんなに見せたいから、ちょっと借りていいって言って、ちゃんと許可をもらって借りてきました。まだまだ全然飽きてないよ、大事にしまってる。マハロ、ゲットワイルドみたいにできる。マハロ、そうですね、アキラのすまんのボタンっていうのも、すまんのすまんの、これちょっといいなと思って。いいっすね、いい、そう、この
前買ったね、ドッキリのやつは全然音なんなかった。なんないですよ。マハロボタン鳴ってるよ、なんか。大丈夫ちょっといいっすか電話。まだです。まずです。あ、はい。あ、大丈夫です。はい。マハロやるわけでもないけど、マハロボタン。はい。これはなかなか良かった。はい。皆さんもね、ぜひ、ハワイに行ったね。マハロボタン。これはちょっと今日は、ね、やりたくて。皆さん。そうか。マハロ。すいません。車検が終わりました。だいたい夏に車検やってんな。そうですね。夏なんです。まあそうだよね。車検の時期の会社だいたいなんか、いつも車検つってる気がする。実家に帰る前に車検とか、実家で車検とかさ。それだいたいそうです。そうそうだよ。今回ガソスタなんで。ガソスタで。じゃあこれ持ってけばいい。あ、そうそうそう、どうもっつって。ならな、あ、そっちおふりしてます。にしとくんじゃない、いい時に使ってます、ね、さっきあの向こうが車検終わりましたんでマハローって聞こえてしまう音が聞こえた。多分ね、ガレンさんはこっち向いてやられるのを期待して押してんだけど完全無視。向こうが黙りましたっていうことでですね、はい、まあ半音の絵に戻しますよ、はい、なんなんすか、なんなのこれ、これ面白いよね。面白い、だいたいみんな笑うんだよこれ。みんなってうちの家族しかまだあれしてないけど、物価が高いよ。15ドルだよこれ。どうしても買ってほしいっつって。ちょっとした定食食えますもん。ちょっとした結構いい定食。そうですよ、丸亀製麺のうどんね、 7.5 ドルとかだって。うーん、高くね。あれ300円とか400円とかだよね、日本の。いや、そうそうかね。えぶっかけうどん1000円かかっちゃう。1000円かかっちゃう。なあ、でも丸亀のうどんなんて日本で食いなさいよ。ここに出しとこう価格表で。もさ、なんかさ、行列があると並びたい症候群、日本人だなって自分でも思ったんだけど、丸亀製麺がアメリカ人で行列しているってなったら、どんな味なんだろうって並んだの。30分ぐらい並んで食べたよ。なるほど、並ぶタイプなんだね。結構大味、大味なんだ。大味、なんか違う味がやっぱふっかけると思う。ふっかけられたね。うまいね。前回ハワイに行った時も食ってたよ。食ってたんだ。カメラロール見たらカレーうどんが映ってた。食っとる、俺食っとるこれ。でもその時カレーうどんだと。そうね、違うもん。そうそうそう、違う。で、天ぷらもさ、うん、なんか日本と違ってさ、アメリカンな天ぷらだった。アメリカンな天ぷらだった。なんか普通のさ、チキン、向こうっぽいチキン、ナゲットっぽいやつ。そう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 、うん、これ天ぷら、和風の天ぷらって感じじゃん、こちらですね。はいはい。やっぱちょっとその揚げ物もちょっとアメリカナイズされた。まあ向こうの方のお口に合うようにね。まあまあそれはそうですよね。ということで今回はまあそのハワイのね、ルームツアーをね、ちょっとご覧いただこうかなと。はい。じゃあハワイのルームツアー。だ間違えた。違う。ないわ。ない。うん、動画は撮ってきたけどまたロンドンに渡してもらえる。ズームインってやろうとしたんですか。違うんです。間違えた間違えた。今回はホテルを僕とブラブラ歩きながら。撮ってきたの、一人喋りを、その動画って久しぶりにね、ハワイで出したいなと思って。確かに見てくんないですよ、みんな興味ないでしょ、ね、そうなんだよね。本当にシャワーキャップもね、アキラさんにちゃんとどう、俺結構シャワーキャップ集めみたいなの、そうそう、いろんなところであそこに置いてある。そう今持ってきましたもん。いやあ、これマスクだった。よかった、俺なんかパンティーとかだったらどうしようかと思う。それも一瞬思ったよ。これでした。それあれだよ、コリアンドルの帽子込み。これコリアンドルのやつ。色違う。マハロ。なんかあそこにずっと置いてあったんだよ。せっかくだから持ってこれ。そういうマスクが何種類持ってるか。そうね、並べてほしいよね。そうですね、最終的には重心サンダライガーも欲しいんですよ。いや、さ、本当に何か仕込んでるんだね、必ず。偉いもんで。そうですね、偉いもんでね、出さないのもたくさんありますけどね。今日は出しやすい感じできてるから、ね。そうだね、俺も今日これちょっと使いたいなと思って。そう。いや、無理やりぶっ込まないと。そう。やっぱり無理やりぶっ込まないと。ぶっ込んでいいんだよ。そう、遠慮しなくていいんですよ、金田さんも。そう。はい、どう、金田さんやっぱ仕込んできてでしょ。仕込んできて。さあ、どうぞ。はい。もしもし。はい、はい。マハロ。1マハロだ。1マハロ。1マハロ。タモさん厳しいですね。あ、1マハロ。押してくれないですね。マハロ。3マハロ。じ
じゃあスマラグドスの話戻りますか。戻りますか。もうバッサリな話。バッサリ、バッサリですね。なつうかもうこれだけ出せばいいのにね。本当に。これで、これで一本出せばいいじゃん。もう。出しますか。タイトルはマハロで。よいしょー、帰ってきました。お疲れ様でした。何の内容もない。何も内容も、何の内容もない雑談だったということでね。こういうのがね、バズったりするからね。1万回再生お願いします。バズる要素ないぞ、全く。マハロボタン大流行。ただあのボタンが売れたらちょっとマージン欲しいですね。あ、そう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 、めちゃめちゃ紹介してね。アマゾンとか売ったよね、マハロボタン。マハロボタンあったら困るな。あったら概要欄にどんどん貼ってますということで、あの、はい、明日は、明日とかはね、ちゃんとしてるはずなので、また今回はローテーションの谷間動画楽しみいただけましたでしょうか。楽しくない。いや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 、そんなわけないよね。離脱率すごいですね、このデータ。こういうあるんですね、こういうのは。まだ何にも出てないからデータが。ありがとうございましたということで、はい、またまたあのハワイの動画もね出したいと思ってますので、よろしくお楽しみに。ということで、よかったらいいね、チャンネル登録しねえよな、この動画じゃな。まあ2回押せばいいよ。2回は押さないで。この後マハロ2が待っています。待ってねえよ。待ってないです。ないよそんなもん。